皆さんおはようございます。あかねです。今日は皆さんに、ビジネス日本語を紹介しようと思います。今日ちょっと仕事関係で初めてお会いする方がいるので、名刺交換をして、あと私が普段多分友達とか、自分の家族と話す言葉とはちょっと違う日本語を使うと思うので、よかったら見てください。よければ。ありがとうございます。すいません、あかねと申します。よろしくお願いいたします。申します。頂戴します。頂戴いたします。ありがとうございます。お金も結構かかるので、先ほどの話で例えば壁に、傷つけちゃったって言った場合、もう壁の一部の修復で済むんだったらいいんですけど、場合によってはその全面張り替えなきゃいけない。結構かかりますよね。そうっていうこともあるので、そうなると、そうですね、1平米平方メートルあたりいくらって計算されてってなってしまいますね。なので、まあ、保険をうまく使うってのは一つ。知らなかったですねちなみにその留学生が借りて、なんか今までご経験されたトラブルとかありますか？いや、もちろんたくさんあります。あ、そうですよね日本人が借りるよりやっぱり問題は多いのかなって思うんですけど、まあ、それはまあ仕方ない部分もありますけど、まあ、よくあるのはやっぱゴミ出しですね。あ、ニュースで見たことあります。やっぱり日本の、まあ、ゴミの分別っていうのは、やっぱなかなか他の国から来る方は理解できない、まあ、最近ね、上海でも厳しくなりましたけど、やっぱりこう来て、まあ、ゴミを出す日が決まっていて、でさらに、まあ、どういうゴミをこうどういう形で分別して、例えばペットボトル剥がしてとかっていうことはなかなか理解できないので、でそのままやっぱり捨ててしまう。でそうすると、まあ、回収する方、もしくはご近所の方が、はい、なんだこのゴミはっていう話になってクレームになってしまう。これは多いですね。そのクレームが来るんですか、こちらにも？そうです、弊社の方に来ます。まあ、なので来た場合にはもちろんあの契約時にですね、ご説明はしてるんですけども、やっぱりなかなか実感ないので、そうですよ、ね、でしかも不動産の契約って結構長いじゃないですか、契約書説明する、はい、で後半に説明するので、もうみんな疲れちゃって、なんだろうもう早く帰りたいみたいな で、ね、実際にやっぱり入居して、まあ、初めてこう、まあ、ゴミの問題に直面すると、はい、ああなるほどそういうことあったんだって多分思い出す方が多いんじゃないかな。じゃあそのクレームが来てどのように対応されるんですか？まあ、一番簡単なのはやっぱりこう電話なりこう何かそれこそ微信のようなメッセンジャーでやったりします、でそれでも難しいようだったら現地行って説明するしかないですね。大変ですね、やっぱり何度も何度も同じこう、まあ、状態が続いてしまうと、やっぱ私たちも行かないと。そうですよね、でもなかなかそういうのって習慣だから改善しようにもちょっと厳しいものがありますよね。そうですね、だからまあそこは本当、言い続けるしかないというか、まあでも今までの経験上そんなに、もちろんごく一部、ね、の入居者はがなかなかやってくれないと思いますけど、まあ注意すれば、説明すれば分かってくれる。毎日何件も問い合わせがあったりしますか？まあ、そうですね、もちろん日によりますけど、やっぱり入居直後、入居して、まあそうですね、1週間、2週間、はい、例えば今だったら10月生が来て、ちょうど今入居してる時期なんですよ。で、これから、まあ、入居して、やっぱりゴミの回収1週間、2週間やって、ずっとそういう、できてない状態が続くと、やっぱクレームになってきますね。だから10月半ばぐらいかな一番、そうですね、そうそう、忙しそう、そう、増えるとしたら。わかりました。やっぱり長期のビザを持ってる方、あ、やっぱビザとか重要ですか？絶対必要です。ビザがないと、そうですよね、やっぱりこう長く滞在するっていうことを証明できないので、すぐ帰っちゃうんじゃないかと、先の話で何ヶ月でもう帰ってしまう。で一応留学ビザであれば、例えば1年3ヶ月なので、とりあえず先までいる。でさらに、はい、まあ、例えば、ね、まあ、日本学校生の1年目とかだったらもうちょっといるんじゃないか。結局大家さんってやっぱり長く住んでほしい。そりゃそうですよね、やっぱ募集するのにお金かかるんです。なので簡単にこう退去されてしまうと困っちゃう。退去は退去でまたお金かかりますよね。また室内清掃とかありますし、ね、まあ、もちろん入居者の方にご負担いただく、例えば日本の場合って海外と違ってそのクリーニングする費用、はい、もう入居者の負担っていう負担なんです。そうですよね、海外違うんですか？海外クリーニングとかあんま知ってないんですよ。ああ、
え、中国はどうでした？そういうことなかった？私あれなんですよ、1ヶ月しか留学してなくて、はい、で寮だったので、それこそそういうのは一切関わることはなく、中国の賃貸も基本的には全然もうクリニックとかされてない状態。あ、じゃあ自分したかったらそう自分でしてください。なんかなるほど、まあ、クリーニングする人やとか、もしくは自分で雑巾掛けしたりとか、基本的にはもう場所だけ、その何でしょう、お部屋だけを貸します。え、じゃあ例えば入居されてた方がなんか壊してしまった場合とかはどうするんですか？もちろんそれは入居者の負担で修理しなければいけないです、ただ基本的にその日本の不動産の場合は、あの家財保険っていう保険に加入することが、あります、はいはい、求められるので、まあ、あのよっぽど故意に例えば何でしょう、こうストレスがたまってバーンって壊してしまうとかではなくて、はいはい、例えば引っ越しの時に誤ってドアに、はい、ドアを壊し穴開けてしまいましたとか、そういう場合だったら家財保険が降りるので、ちゃんとその保険を使えば、あ、そういう時に使われるものなんですね。皆さんあんまりこうご存じないんですけれど、知らなかったです。あの結構使える保険なんですよあれ。